俺たちのジャパンへようこそ。皆さんは日本語には実は文字が4種類あることをご存知ですか？ひらがな、カタカナ、ローマ字、漢字。日本で暮らしている私たちは何気なく使っていますが、実は世界的に見るととっても難しいと言われている言葉というのが日本語なんです。パソコンで打つ文字がローマ字打ちで、でも変換する言葉はさらに4種類に分かれている。そう言われるととても高度な言葉に思えてきますね。今回は日本語で仕事をしたいと考えているアメリカ人大学生が漢字を頑張って覚えようとしますが、なかなか覚えることができません。彼女は日本語をマスターできるのでしょうか？こんにちは。私の名前はダービーよ。今年の春にアメリカから日本に留学に来たの。日本語の勉強はもちろんしてきたけど、やっぱり難しい。私は日本語を仕事でも使えるようになりたいから、ネイティブレベルで話せるようになりたいのよ。一番仲のいい友達のミカや先生とたくさん話しているうちに、自分でもどんどん上手くなってきたってわかるんだけど、最近の悩みはね、多分日本語を勉強したことのある人なら誰でもぶつかるんじゃないかしら。それは漢字よ、漢字。書くのも難しいし、いろんな種類がありすぎるし、何より読み方が多すぎるの。日本語はなんでこんなに使う文字が多いの？ひらがな、カタカナ、漢字、あとローマ字かしら。いろんなところで使われているわよね。しかも英語とは意味が少し違うことや、ローマ字をひらがなみたいに読むじゃない？え？なんで？って思うわ。まあ私は今漢字の壁にぶつかっているところなの。この前の休日、ミカと一緒に出かけた時のことなんだけど、タピオカやテイクアウトのスイーツを買って公園でシートを引いてピクニックをしてたのよ。そしたら芝生の周りに黄色いテープと赤いコーンが置いてあって、何か張り紙が貼られてるの。ただいま芝生を養生しています、しばらくの間立ち入らないでくださいって。実は私はこの時全然読めなかったの。芝生、芝生、芝生、妖精、妖生、もう一体どれが正しいのよ。まあミカがいたからミカが読んで説明してくれたんだけど、なるほど、芝生と養生ね。生きるの、いいって漢字はいろんな読み方があるのね。ミカはどうやって漢字を覚えたの？日本人はよく読めるわね。生活、生物、生涯、なんで全部同じ漢字なのに読み方が違うのよ。私の質問にミカはベンチに座ってタピオカを飲みながら、難しいかなと不思議そうに答えた。そう言ってもな、私には英語とかの方が難しいよ。漢字は小学校でいっぱい書いて覚えた気がするけど、それはどこの言葉も同じじゃない？それはそうなんだけど、日本語はなんていうか、同じ言葉でも読み方と意味が多すぎるのよ。まあまあ、そのうち慣れるよ。まだ来てそんなに経ってないんだし、大丈夫だよ。ミカは明るく私を励ましてくれたけど、私の不安は消えなかった。本当かしら？この張り紙だってミカがいなかったら、一人で芝生の上に座って他の人に迷惑をかけてたかもしれない。漢字がちゃんと読めないと、日本の社会生活なんて散々なものになるイメージしかできなかった。一番初めに覚える日本のにって漢字ですら、日、日、実、美、しかも前後につく漢字でさらに意味が変わってくるじゃないの。留学期間中に日本語をマスターできるなんてやっぱり思えない。居酒屋に初めて入った時は生ビールが注文できなかったしね。それはびっくりしたわ。
そんなこんなな毎日を過ごして勉強していると、あっという間に夏が来て、ミカが地元の祭りがあるから一緒に来ない？と私を誘ってくれたの。私はもちろん行くことにしたわ。日本のお祭りに行かないなんて選択肢あるはずないじゃない。よう遠くから来てくれたな。いらっしゃい。ミカの家族は私を温かく迎え入れてくれたわ。お祭りはみこしを担いだり、神様の前で奉納したり、初めて見る出店の屋台や花火、日本のザ・風物詩という感じがしてとても楽しかったの。でもね、気になることが一つあって。何してんねんよ。あー、かわいいな。どっから来たん？ちゃっちゃと歩けや。なんかミカの地元の人たちの言葉遣いすごく変じゃない？言いたいことはなんとなくわかる言葉もある。だけど正しい意味なのかどうか自信がないの。もしかしてまた私のわからない言葉を喋っているの？そう思っちゃうから。聞こえた言葉をスマホで変換しても漢字は見つからなかった。でも私が漢字の変換すら間違えているから特定できないのかもしれない。でね、お祭りの打ち上げということで開かれた宴会にミカと一緒に転がり込み、こっそりミカに聞いてみたの。ミカ、さっきからみんなが言っている言葉の意味が正直わからなくて。ん？ああ、もしかして方言のこと？ミカは私に方言について教えてくれた。海外でも地域によって訛りがあるでしょ？日本でもあるんだよ。って、私も地元の人や家族と話してるとポロッと出ちゃうよ。なんか語尾が強めに聞こえるじゃん？喧嘩売ってんの？みたいに思われることもあるから、基本丁寧な感じのする標準語っぽく話してるんよね。え？これが訛り？そんなこと言ったって、もはや言葉の意味自体変わってきてるんじゃない？ああ、もう日本語なんて難しすぎる。漢字すらわからないのに方言があるですって。ミカは私を地元の友達に紹介してくれたけど、どんどん方言が出てきて、私は会話がよくわからなくなってしまった。久々の友達との再会だもの。少し離れたところに座ってよ。そう思って私は宴会の隅っこでちまちまお酒を飲んでいた。おう、姉ちゃん、飲んでるか？ミカのおじさんが声をかけてくれ、海で獲れた新鮮な魚だぞ、と私に刺身を渡してきた。ありがとうございます、とお礼を言って一口食べると、とても美味しい。なんか嫌なことあったんか？そんな隅っこ座って。日本の生活はそんなには楽しくないんか？会ったばかりの私の心配をしてくれるおじさんは、さすがミカの親戚という感じがした。私はずっと悩んでいたことをおじさんに話してみることにした。何言ってるんだこいつって思われてもそれでいいじゃないか。私、漢字がすごく苦手で、いろんな意味があったり読み方が違うから難しくて、このまま勉強しても覚えられないんじゃないかって。そうしたら日本にせっかく留学した意味なんてなくなっちゃう。お酒が入っていたこともあり、私は話しながらポロポロと泣き出してしまった。ミカのおじさんはぎょっと驚いて、大丈夫か？大丈夫か？と声をかけてくれた。ああ、悩んでたんやな。うんうん、漢字な、難しいよな。俺も子供の頃は漢字のテストとか大嫌いやったな。だからそんな心配せんでもいいんやで。ね、でも今は普通に生活して困ってないでしょ？こんなこと初対面の外国人留学生に言われてもどうしようもないだろう。分かっていたけど、不安が押し寄せてもう止めることができなかったの。
まあ慣れだよな。あ、ほれよく言うじゃないか、人という字は人と人が支え合ってできてるとか。それで覚えてみたらいいんじゃね。は？人？おじさんはそうそうとうなずき、近くにあった箸袋にボールペンを持ってきて字を書いてみせた。ほれ人じゃ。棒人間みたいなイラストで人という字を再現しているものだった。字が絵？何これ、こんなの初めて見る。でも人っていう漢字にちゃんと見える。よく漢字の練習帳みたいなところにな、なんか絵が書いてあったんよ。で、字が絵からできとるって思うと割と簡単な文字ってイメージで頭に入ってくんのよな。おじさんは人の読み方を少しずつ解説してくれた。漢字を実際の人間に見立てれば、人の読み方である人、人、一人の理がなんとなく頭に入ってきやすく感じる。めんどくせえかもしれへんけどな、漢字の成り立ちっていうんかな、最初だけちょっと調べてみたらいいんじゃねえのかな。苦手意識がなくなるかもしれんし。まあ俺は先生でもないし、ただのおっさんからの気休めだけどな。おじさんはアハハハと笑って、新しいつまみ持ってきてやるよと私にビールと天ぷらを運んでくれた。ありがとうございます。サクッと揚げたての野菜の天ぷらを食べてみると、野菜の甘みと衣のサクサク感、天ぷらにつけた塩のしょっぱさで一気に食欲と気持ちが上がっていくのを感じた。こんなところまで来てメソメソしてバカみたい。ふっとなんだかにやけてしまう。私がビールをグビッと飲み干すと、おじさんはにっこり笑った。よー、元気出てよかったな。日本語なんておいしい、楽しい、ありがとう、ごめんなさい、これが言えれば十分よ。明るく元気づけてくれたおじさんに感謝の気持ちがパッとあふれる。そうですね、私もっと前向きになります、もっと勉強します。その息その息とおじさんは応援してくれた。ここに連れてきてくれたミカに感謝しないとね。漢字を実物に例えて考えてみようとすると、その作業は意外と面白かった。わかりやすいのは木や魚や川とかかな。え？記号？とも思えるような感じでしょ。少しずつ苦手意識をなくしていけるようになった私は、前よりも漢字が読めるようになったと思う。今は日本の小説と漫画を読んで勉強しているわ。小説の中にいろんな登場人物が出てきて文字の勉強にもなるし、少しずつだけど言葉遣いの違いが分かるようになってきたのが楽しくなってきたの。漫画もとっても楽しいわね。漢字の横に小さなひらがなが書いてあるから、本よりずっとイメージしやすいの。本を読みながら漫画を読んで息抜きすると、同じ言葉が出てくると分かるようになってきたわ。あとはミカが小さい頃勉強したように、私もいっぱい書いて勉強。書くのが一番覚えるっていうものね。留学期間が終わっても、私はしっかり日本語を使いこなせるようになって、日本語を仕事にできるようにする。絶対に。だってこれが私の目標だものね。うわー、日本語やばすぎる。一つの単語でこんなに意味があるなんてことないでしょ。日本語を使いこなせるようになるには相当な努力が必要なんだね。彼女から漢字に対する苦手意識は少しなくなったようですね。さて、日本語も様々で、普段使っている言葉の前に一文字つくようなことがありますね。これは接頭語というのですが、例えば
お、や、こ。おうどん、お化粧、お買い物、お水に、子犬、子猫。割と毎日の言葉に潜んでいるものではないでしょうか。私たちが何気なく使っている言葉一つでも、これから日本語を覚える外国人たちはより一層悩んでしまうのかもしれませんね。接頭語をつけることで言葉遣いが少し柔らかくなるものもありますね。無意識につけている方もきっと多いのではないでしょうか。それでは最後までご視聴くださいましてありがとうございました。もしよろしければ皆さんのご意見や感想をコメント欄へお寄せください。またよかったら高評価ボタン、シェアしていただけると嬉しいです。それでは次回の動画をお待ちください。